チャイッカミは、ミャンマー南東部のモン州にある、タンビーザヤ群のリゾートタウンである。町は、モン州の州都、モーラミアインから南に約4 8キロメートルの半島に位置している。地元の巡礼者や一部の観光客に人気がある。町に、海岸への通路と接続され、海洋の省の自然を使用して会場に組み立てられたパゴダがある。もともとは、モン族の集落だった。 アユタヤ王国の時代には、この町は、アユタヤの属国であり、タイ語では、チェンクラン、または、チェントランと呼ばれていた。チャイッカミは、第一次英明戦争の前に、ビルマの王の所有家にあった。現代のチャイッカミは、第一次英明戦争後のドナセリム州、アラカン州併合の際に、イギリスによって設立された町である。門族の漁村であったが、かつては、 イギリス軍の南ビルマ制圧のための司令官の一定の司令部となっていた。第一次英明戦争の際に町の世襲に成功した当時のインド総督、ウィリアム・アムハーストにちなんでアムハーストと解明された。チャイカミに住む人々の大半は仏教徒の門族であるが大民族のコミュニティも存在する。かつてはアムハースト地区の主要な町であったが、現在は タンビユザヤ群の中のリゾートタウンとなっている。2012年1月14日には75ミリメートルの記録的な降雨量を記録した。これは過去30年間で1月の24時間以内の降雨量としては最高量であった。モン州タンビユザヤからはアクセスが良い。ローカルバスがある。チャイッカミにあるキャイッカミイエルパゴダはミャンマーモン州で最も有名で有名なパゴダの一つ。 観光客の増加のための用として、積極的に観光業を促進しており、観光客を引きつけるため、チャイッカミに通じる道路を改善し、国際規格のホテル及び他の設備を必要としている。過去10年間で、天然ゴムの生産が急速に増加している。ゴムは1900年代初頭以来、キュイ育コミーで栽培されている。チャイッカミには、ミャンマーの中でも最も豊穣な魚場がいくつかある。 複数のタイプの漁業があり、沿岸か陸上漁業、及び沖合や深海漁業を含む。これらの魚の大半は商業手段によって収穫される。それは、トローリング網、パーセシセインズ、漂流網及び刺し網の使用を含んでいる。少数派は、いまだに、フックアンライン、キャストネット、バックネット、トラメル、ギルネット、トラップなどの伝統的な漁法を使用している。 近年では、エビの干物や干物、生のエビ魚、魚醤、魚せんべいなどの魚介類の輸出額が増加している。茶一カミの農家は、食用と労働のために、米の生産とか畜の生産を行っているが、これらの農業部門は、経済的にはマイナーである。しかし、これらの農業部門は、茶一カミの経済状況を考えるとマイナーなもので、ある。また、木工船。 金属線、船舶用の水性接着剤、接着剤粉末も生産している。ファインアーツデパートメントオブタイランドバンコク、ファインアーツデパートメントオブタイランド、P220、ISBN 97億4419万2151、モンステート MYANMARORPHANS.org。 m i a n m a r p h a n s o r g 2 0 1 9年9月25日閲覧 http://www.mrtv3.net ミリメートルニューペーパー151ニュースン pdf ページ1コラム4ありがとうございます